配信楽しままててもらっています、えー。質問というか相談ですが私は去年初めて格ゲーに触れて以来スト5に熱中しています、えー、ウルダイまで来てもまだまだ伸びしりがあると感じていて改善点を詰めていっていずれはグラマスと頑張っているものの実現には結構な時間がかかるでしょうおそらくそれまでに6が発売されますそれで本題ですが5を全力で6を始めるためのき、えー、準備期間と割り切った場合、えー、唯一使えるメインキャラに集中して猛者たちに教えてもらい鍛えてもらい経験を積むのと いろんなキャラに触れて使えるキャラのバリエーションを増やしていくのはどちらが良いでしょうか長文失礼しました。このメインキャラが誰かがすっごい気になる。これがホンダやったら他のキャラやるのはありなんかなとか思う。けど例えばリュウとかなんやったらあのメインキャラでいいんじゃないかなとか正直キャ,ラキャラによるとしかちょっと言いようがないっていうのが俺の中の。なきくそのえっ、ー、と 結局いろんなことを求められるキャラクターっていうのと、そうじゃないキャラクターっていうのがやっぱ,やっぱいるんですよね。で、竜、例えばね、竜使ってたとしたら、まあその波動勝利のコマンドとか、確認とか差し合いとか全部結構やらなあかんやん。結局全部やらなあかんから、1キャラでいいんですよね、やることが。1キャラやってればいろんな技術が身につくんですけど、そのピーキーなキャラ、ちょっ尖ってるキャラを使っちゃうと、その技術しか身につかないので、基本的には。身につきづらいので、っていうのがまあ俺の答えですね。 質問者じゃないけど、カリンはどうですかああ、カリンはいいかもしれない。ああ、カリンはカリンでいいかなと思う、俺は。うん。あの、結構基礎が身につくキャラだね。コマンド精度もいるし、まあ、6でどういうキャラを使おうかなって思ってんのもあるけど、カリンで得た技術っていうのは他のキャラ、他のゲームとかのキャラもかなり流用できると思いますね。まあ、そんな感じです。